いいよ、マイコ、ご無沙汰。俺、スノーピーマン。どうだ、元気にしたか？ん？しかし、シャバの空気吸うのも久しぶりだな。いや、スーさん、ご無沙汰じゃないですって。なんで突然シフトレバー動かなくなっちゃったんです？あれですか、私に対するシュプヒレコールですか？いや、すまなかったね。これはね、俺ら987型系の持病でな、ピストのワイヤーが気持ちいいくらいよく切れんだよ。うん、だからさ、周りの仲間がみんな対策品に交換するっつって入院するんだけどよ、まさか俺がなるとはな。って、まだ走行距離2万5000キロですよ。それに、なんすかこの材料費。まるでポルシェじゃないですか。なんだよ。ブルケイマンはポルシェじゃないって言ってんのかよ。なんとか駐車場まで自走してきましたがね。途中信号に捕まったりなんかでずっと三速発進すよ。大丈夫だって、俺らはトルクがあったらよ。そんな些細な出来事より、俺の靴だけどよ、ひびが入っててかわいそうだと思わねえか？ね、でも水はまだあるようですけど。いやいや、もう生まれた時から履き替えてないんだから、いい加減交換してくれよ。前の持ち主がいたでな、ずっとガレージで放置プレイだろ。すると溝は残ってんのに、ゴムは劣化するじゃん。で、こうなっちゃうんだよね。え、けどあなた大金使ったばっかじゃないですか。これを買うってのはどういうことなの。諦めろ。な、承認タイヤにしようよ。 N って刻印されてきたら。これはな、ニュルの頭文字って説がある。ニュルで鍛えて生き残ったタイヤだけがポルシェからもらえる刻印ってわけだ。世界中のタイヤメーカーがその勲章を求めんだよ。で、どこの承認メーカーにすんだ、マイケル。じゃあ、視聴者さんの投票数で決めます。他に相談先ないのかよ。会社の同僚とか、プライベートの友達とかさ。なんか悪いこと聞いちまったみたいだな。あ、見てください。結果が出ました。ミシュランですね。いいじゃねえか。フランスの老舗だ。今のはピレリだったが、ここのはイタリアらしい過激なセッティングだからよ。ちょっと硬くて窮屈だったんだよね。いや、でも、このボンレスハムみたいなの何です？これちょっと嫌ですね。ああ、ビバンダムくんか。気にすんな。ただのマスコットだ。なんか、イラッときません？じゃあ、このパイロットスポーツ 4S ってのを頼みますよ。な、いや、俺ら、ケイマンだとね、そのシリーズは承認タイヤのサイズがなぜかねえんだよ。え？じゃあ、あなただけミシュランの承認タイヤが履けないってことですか？ポルシェなのに？いや、そんな俺たちには、
ミシュランパイロットスポーツ PS2 っていうのが用意されてんだ。その一角だな。しっかりグレードが落とされてる。こんなところにも911との差別化が図られてるんですね。だんだんあなたがかわいそうになってきました。同情すんなって、惨めになるだろうが。うん、なかなかいい履き心地だぜ、マイコ。あ、ビバンダムが刻印されてる。かっこ悪い。ちょっと削り取ります、これは。やめろよ。気にすんなって。おーい、乗れよ。な、乗れば納得すったらよ。どうだ、いいだろ。まだ発信してませんから。どうだ。アーチューバー、戸崎宅、インプレッションしてみろよ。ナッシーより緊急連絡。キャンセル。その前にカウンターをゼロにして。走行距離を測るんですか。そうそう、あのね、ミシュランは金型からタイヤをスムーズに外すために、表面にね、離底剤を使っているの。そのワックスを取るために100キロは慣らし走行が必要なのよ。スピードは80キロ以内に抑えよう。以上。に了解です。本当の性能が発揮されるのはもう少し先ということになりますが、ただハンドルから手を離すとね、ピレリとの違いがはっきりしますね。路面のいなし方がマイルドに、なりました。神経質な反応をしなくなった感じですが、まあ良くも悪くもですがね。わずかな私でもすぐハンドルを取られるって話よく聞くがね。それはね、反応が鋭いってことなんだよ。スポーツタイヤを選んでおいてこの不満を訴える人は結構いるな。街中でスパイクシューズ履いて歩きづらいって言ってるようなものですからね。せっかくですんで高速で試しましょう。Central Circular Expressway Review. あ、おい、ブロックされてるやん。このタイムは納得いかないね。さすがスさん、前回のアルトを抜きましたよ。バカにしてんのかよ。今のはなしだろ、やり直せよ。いや、まだ80キロ以内に抑えないとなので。でもこのタイヤあれですね、面白みは薄れたような気はしますが、この車の身の丈に合った性能だというフィーリングは確かにありますね。皮むきが完了した瞬間、すべてのバランスがぴたりと一致する予感がします。だな、排気量や馬力を考えたらサーキットでも走行可能と謳うパイロットスポーツ4S なんかは俺たちにはオーバースペックなのかもだな。
あれ、マイコ、どこ行くんだよ。いつもの満喫じゃないのか。いや、スさんばっかり金遣い荒いから、私も今日は高いランチをと思いまして。いや、貯めとけって。俺のために。俺らは性能を抑えて故障をさせない日本車とは志が違うんだよ。修理と引き換えに性能を限界まで引き出してんだ。って、うなぎ屋かよ。話聞けって。おい、マイケル。うっそー。本当に入っちまったよ。安いのにしろよ。レディースセットとかにしろ。な。いや、なんだよ、その値段。え、肝入り丼。この店のフラッグシップ頼みやがった、こいつ。ありがとうございます。5000円お預かりします。270円のお返しです。はい、どうも。ごめんなさい。ああ。すいません。はい、はい、どうも。お前、まさかの常連客か？ここの売りはですね、新鮮な肝なんですよ。あ、スさん。前の車すごいですよ。どこのメーカーですかね。あ、待てたら。いや、右のです。いらねえよ。どうすんの。俺機嫌悪くなっちゃったよ。なんだよ、マイケルばっかよ。なあ、スさんもガス欠でしたか。じゃあスタンド行きましょう。なあ、でも持ち合わせがないんで、また明日。嘘だろ。じゃあね、お金使いすぎたので、このレギュラーガソリンで。嘘だろ。冗談です。さあね、さあさあね、どうでもいいかもですが、このガソリンとか灯油の匂いってなんかいいんですよね。なんでですかね。ん？マイケルも飲んでみるか？そういえば昨日のランチ批判ですがね、スさんこそ肝入り丼2杯分入りますからね。あれ、聞いてます？そんな些細なことより、ナンシーが言ってたカウンター100キロ、とっとと回しまおうぜ。アラゴナシにちょうどいい距離だよ。6番北一周コースですと、約12キロなので、あと6周もすれば完了です。まあ、何周しても790円だがな。さすがに目つけられたあれだから気をつけろよ。